スタジオリバーサイド。どうも、畑下敦です、お昼か、もうお昼なんですね、カレーライスを食べました。大阪の、ピアニストさんですごく面白い話をされてたんですけど、絶対音感と相対音感の違いについて、昔のその絶対音感を定義した人がね、ピアノで音感訓練をしてしまうと、音感が、正しい音感が得にくいと。なぜならば、ピアノって押すと音出る音が決まっちゃうでしょ。でもギターとかってちょっとこうピッチ上げたりとか、ちょっとピッチ下げたりとかって結構指で自在にできちゃうわけですよ。で、そのピアノを弾いてる大阪の方が、絶対音感っていうのは、ほぼありえないと。で、特にピアノを弾いてるとなかなかそれは、ピアノの音だったらわかるけど、他の楽器の音だったらわかりにくい。まあ、すごく正直におっしゃってて、面白かったし、好感が持てました。で、私も絶対音感は、存在しないっていうか、存在しちゃったらすごく疲れちゃうだろうなと思うんですね。で、前に昨日やった動画で、音差を基準に左耳に当ててるんで、左耳がいつもキーンってこう耳鳴りがしてるんですね。それに合わせてギターをベンベンって鳴らすんで、440Hz だと音が合わせられるんです。だからチューナーいらないって言えばいらないんですけど、じゃあ 442Hz に合わせてって言われたら、それできないです。これはできないです。で、だから絶対音感の持ち主ではないんですね。なんですけど、たまにいるんですよね、絶対音感持ってますって自分でおっしゃる方。その人にとって絶対音感があると思ってるなら、それはそれで OK だと思うんですね。自分がね、どういうふうに思うが自由だから。で、重要なのは絶対音感じゃなくて相対音感で、ルーと例えばドだったドに対して、ありがとうございます。ルートのね、ドに対してドミドミソっていう、ルート、主音とね、3度、5度、7度っていうのが、まあ、ある程度正確にこう分かると、歌もうまく歌えるし、ギターもうまく弾けると思うんですよ。これちょっと簡単な例で言うと、これドがドですよ。ドで、ミがミで、ソがソ、ドミソ、ドはこれね、またルートですよね。ドミソドドミソドドミソド、これ多分ほぼ合ってると思うんですよね。そんなにそこまで音痴じゃないかなって。だからこれ相対音感と絶対音感って、いろいろ話がね、よく論議されるんですけど、パッて聞いてルートの音に対してドミソドって、それが言えるかどうかがね、ギターでもドミソドって弾けると割と自由にこう音が拾える。早く弾けるとか遅くとかいう問題は別としてね、この大阪のピアノよすすめさんかな、すごく説明もうまいし、面白い方だと思いました。はい、そんなことで、今日は、カレーライス、多分明日もカレーライスかな、そんな感じで竹下敦史でした。しょうもない話ですみません。